皆さん、はじめまして。ワンピースオデッセイプロデューサーの鈴木です。本作のジャンルはワンピースでは久しぶりとなる JRPG でして、ワンピースのファンの方はもちろん JRPG が好きな方々にも楽しんでいただけるような麦わらの一味が織りなす壮大なドラマ体験をお届けできればと思っています。ワンピースの魅力の一つは間違いなく冒険要素があるかなと思っていましたので、やっぱかつてないほどワンピースの冒険を体験できる本格的な JRPG を開発するプロジェクトがあったらきっと面白い作品になるだろうなと考えて発足させたことがきっかけになります。ではワンピースの冒険であれば何をできればよいかというところから、ワンピースの世界に触れる偉大な冒険っていうのをコンセプトに、本格的な RPG の開発ノウハウを持つ開発チームとタッグを組んで、かなり長期間にわたって開発をしてきたのがこのワンピースオデッセイになります。先ほどもお伝えした通り、今回のプロジェクトではワンピースの世界に触れる偉大な冒険っていうのをちょっとコンセプトにしてまして、そのためにはやっぱりプレイヤーの方々が今回触れる場所っていうのを結構膨らませる必要がありましたし、可能な限り本物に近づけたいっていうやっぱり思いがありましたので、原作者である小田栄一郎先生にご相談をさせていただきまして、このゲームで描かれるワンピースの世界を彩るキャラクターやモンスターたちっていうのを今回描いていただきました。やはり本作の特徴は JRPG であることだと思います。今回やっぱワンピースの世界に触れる偉大な冒険を実現するために、ワンピースの世界を本作なりにかなり作り込みました。でそのために原作者である小田栄一郎先生にアートワークを描いていただいたり、そしてまあこれまで展開されてきた原作漫画やもちろんテレビアニメの設定をもとに、アートチームの方でもワンピースの世界を作り込むための多種多様な設定を制作しまして、それをゲームに落とし込んでいきました。その結果リアリティを感じられるような冒険の舞台を準備できたかなというふうに思っています。そしてそのような冒険の舞台で麦わらの一味を使って RPG としてさまざまな冒険を行えるゲームということが本作のやっぱり最大の魅力だと思います。もちろん冒険の舞台だけではなく、一味が今回紡ぐ物語やダンジョンの体験でしたり、また多種多様なクエストなど随所にワンピースの RPG だからこそできる体験っていうのを散りばめています。こちらは今後徐々にご紹介していければなというふうに思っています。今回公開させていただいた最新作ワンピースオデッセイは、これまでのワンピースゲームで類を見ないほど長期間にわたって丁寧に開発されたタイトルになっています。ですのでこんな本作の魅力を今後も皆様に徐々にお伝えできればと思ってますので、ぜひご期待ください。